試合前は他会場の結果を耳に入れた上でやってやりますよと話していましたが、実際に名古屋と福岡の結果を聞いてどんな思いでしたか？勝つことには変わりなかったんで、しっかり自分にしっかり言い聞かせて絶対今日決めるぞって思って試合に入りました。前半はさぬきのカウンターも何とかありました。前半の印象はいかがでしたでしょうか？そうですね、アグレッシブに前からボール取りに来て、そこになんかうまいことやられてしまったなって印象あったんで、後半相手が落ちてくるだろうと思ってたんで、そこは自分たちの持ち味であるそのスタミナとか生かしてやっていければいいなと思ってました。その後半の82分に試合を決定づける尾長選手の点が決まりました。あのシーン振り返ってください。哲さんがうまいこと奥まで行ってくれたんで、でファンマがニアに潰れてくれたんで、自分のところに来るかなと思ってフラフラ入っていって、じゃあ来たんでよかったです。で、後々考えてみたら、もう前ちゃんの点で終わっといた方が気持ち切れかったかなと思います。でも試合を決定づけるシュートということで決まった瞬間はどんなお気持ちでしたか？いや、それはめちゃめちゃ嬉しかったです。前田選手がその点を決めた後にチームとして一気にギアが加速したという印象ですが、選手間ではどんな声を掛け合っていたんですか？いや、そんないつも通り、点取った後やから、締めて入ろうぐらいですね。あとはやること変えずにみんなでやろうっていう話はしました。今日の試合の結果を受けて見事 J1 昇格が決まりましたが、ホイッスルが鳴った時の気持ちというのはいかがでしたでしょうか？あんまり覚えてないですね。めっちゃ嬉しかったってなったんですけど、J1 年目のシーズンで、ロングスローだったり正確なクロスで何度もチームを救ってきましたよね、尾長選手自身。一番成長を感じる部分というのはどういうところですか？クロスの部分ですね。やっぱ最初シーズン当初はうまいこと上げれんことも多かったんですけど、終盤になるにつれて1本2本と増やしていけたんで、そこは成長した部分かなと思います。J1 をつかみ取れた要因というのはチームのどんなところにあると感じてますか？全員で同じ方向を向いて、メンバー外もやれたことが一番大きいかなと思います。最後にサポーターの方に一言メッセージをお願いいたします。まだあと1試合あるんで、皆さんで最後も有終の美飾れるように頑張っていきましょう。ありがとうございます。